心臓や血管は胎芽の中胚葉から発生します。これは胎生3週頃の三相性胚盤です。桃側の中胚葉で作られた小さい血管層が集合し、左右一対の筒状の心内膜頭が作られます。胎生4週の初めには心内膜頭が融合して一本の太い管となります。その後、反時計方向にねじれながら回転し、区切りができることでその形が形成されます。胎生28日目には心臓ループが完成し、原始的な心臓となります。心臓の内部を見ると、胎生30日目頃には心室も心房も分かれていませんが、発育の過程で左右に分かれていきます。心房は一次中隔が作られて左右に分けられます。ただし胎生期には胎児循環のために中隔には一次孔が開いたままになっています。胎盤を通して母体から送られる酸素や栄養素に富む血液が一次孔を通して右心房から左心房へ流れ込み、左心室から全身へと送り出されているのです。心臓の発達に伴って一次孔が閉鎖される頃には、その上部にアポトーシスによって二次孔が作られています。その頃、心室でも心筋層が成長して隆起し、筋性中隔が作られます。胎生後期には心内膜症から膜性中隔が作られ、心室は左右に分けられます。心房では一次中隔の右側に二次中隔が作られますが、穴は閉鎖されず卵円孔として残ります。出生後に一次中隔と二次中隔が融合し、卵円孔が閉鎖して心房が左右に分けられ、二心房二心室となります。